チャオ、あちゃんです。今日2月の20日、あっちゃんの朝ごはん、もちろんパンです。はい、今日はね、久々にね、コウくんを食べたくなって、コウくんをちょっと適当に薄切りにしましょう。で、ピザソースもあれ買いに行かない、ピザソース買った気もするな、そういえば。もう一本あった気もするな、もう一回いとこう。はい、コウくんを置いて、で、チーズ。不人気のうちの子みんな食べへんロマネスコ、じゃあ食べてしまおう。これで焼いていきます。中入れた方がいいかな、チーズの。ちょっとこうやって半分中入れてみよう。はい、これで焼いていきます。で、ヨーグルト、これです。 R1 のコピーメニューミルクでね、 R1 のコピーを作って、よいしょ、混ぜて、よいしょ、で一人分、リンゴ酢を入れて、よいしょ、カゴメじゃなかった、伊藤園のトマトジュースやった。これがね、ドンキで90円やね、99円やね、他のとこで120-130円ですね。こんなにさっちゃん、ここはもうこのままプレーンで食べんねんけどね、パン焼いたらね、さっき食べよう。ここにね、あれ、子供はね、あれ入れんの、カルピス甘みに出したりね、時々砂糖入れて、ガチャこのまま、あ、うん、美味しい、ジャム入れても美味しいね、甘み、シナモンシュガー入れても美味しい、ヨーグルトは何でも合うからね、どんな甘いもん。なんでこれ今食べてるかやったらね、もう子供たち食べ終わって食器洗いぶち込んでんねん、だからこれもどう、お茶碗も一緒に洗いたいね。では食器洗いぶち込んどこう。はい、ということでね、食器洗いパンぶち込んでから食べましょう。はい、できました。食べましょう。よいしょ、今日ね、今何時や、
はい、できました。では食べましょう。いただきます。お、うん、あー、おいしい。うん、なんかパンおいしいね。いっぱい何食べても飽きん。なんか、よく、パン飽きひんのって書いてた人昔おったけど、パン飽きひんのって、ご飯飽きひんのと一緒やと思うね。食べるもん、別にパンを食べるんじゃなく、パンにいろんなものトッピングして食べるから、毎日ね、パンだけ生で食べるわけじゃないし、うん、毎日、ね、何も迎えたくないわけですよ。ご飯でもそうやけどね、毎日、毎日毎日同じ味付けの同じものばかり食べて飽きてくると思う。たとえそれが憧れの高級食材であってもね。うん、とかさ、朝ごはんこう一口食べた時のパンの風味、晩ごはんなんかやったら白米を口に入れた瞬間幸せ感じられるんやろね。うん、あっちゃんはその一口目がすごい幸せ、二口目三口目だったら美味しいけど、まあ美味しいもん普通に食べてるって感じだけど、一口目の美味しさと幸せ感が好きでね。なんか朝食が好きやけど、こうかって食事の耳と一緒に噛んだ瞬間出てきたら、ソースのないところね、パンだけをかぶってかじって小麦のうまみを感じた瞬間が好きやね。そっからこうソースとかトッピングに行ったら、もうあとはパンの味よりもトッピングとかの味に、うん、負けてしまうというか、これでも奥の方には小麦粉がおるから美味しいですよね。パンはご飯もそうやと思うね。なんか美味しいお米を食べたらおかずも進むし、お米が美味しくなかったらご飯もおかずもいくら美味しくってもなんかご飯が進まへんかったり、ね、言うほどこだわっとるわけじゃないねんけど、でもあっちゃんの願いは美味しいものを食べたい、それだけ、ね、これからそうないと思う。うん、美味しいです。
今日ね、お買い物行こうと思って、で朝から出て行こうか昼から出るか迷ってんねんけど、まあ今日は寮が休みやからさ、お昼作ってあげなあかんから、まあ、部屋で勉強しようかもしれないけど、いや夜は、やったかいね。朝から起きてみたらね、部屋の中、ストーブ入れる前の15度やって、ストーブ入れてね、今16度、あんま変わらへん。でも部屋の上の方は19度やから、いつも部屋の上に22、23度なんで、ストーブで空気が温まったらそれぐらいなんでね、今日はでもね、15度やってんけど、体感寒かったんで、まあ子供のご飯作って、食べさせて、で、家から送り出して。で、ちょっとね、昨日洗ってなかったから、お茶碗洗うっていうか、食器洗い掘り込みながら、朝ご飯作って。で、食器洗いで洗えへん鍋とかフライパンとか洗ってたら体温まったんかなしたけど、部屋帰ってきたらあったかいね多分こう血の巡りが悪いんやろね。血がちゃんとこう巡り出したら体なかったかなんねやけど、なんかこう温度の感じ方って不思議やね。昨日よりもそうやってストーブは10、ストーブがね17度とか言ってね、あの温度計がだからいつも12度13度設定やから、ストーブ全然ゆるく回ってんね。でも寒かったからストーブゴンゴン上げてん、18度とか19度まで上げてんね。でやっとストーブの前座っとってあったかなって。で今日も朝から設定15度ってんけど全然温まらへんかって、ね、ちょっと前までマイナスとか、キッチンが3度4度の時って部屋の中12度とかやったらもう全然、ね、10度超えてたらストーブあったかかったのに、人間の体感って不思議やね。話はどうでもいいねんけども、なんかね、ここ最近ずっとよく寝てんねん。昨日もだから、1時前やったかな、寝た1時ぐらいやったから、6時間半、7時間近く寝たよ。昨日ももう、寝る前雑談撮って、で、最後の方眠なってきたから、もう終わり。で、お布団行ったら、眠なってっていうか、もう悲しくてね、切なくなって、もう動画話できへんくなって、でもうお布団行って泣いたままね、お布団入ったらもうそのまま寝てしもたんね。あ、変な夢見た、やっぱり。気持ち悪い、気持ち悪いというか、すっごいなんか変な夢、夢の内容自体そんな覚えてないんだけど、すっごく変な夢見た。で、みきちゃんが出てきてね、で不思議な夢、みきちゃんがいてんねん、で子供がまだ小さい、子供がまだ小さかったよな。そう、多分ね、まあ、はっきり覚えてないねんけども、りょうがまだ小学校の低学年ぐらいで、ひかるがまだ幼稚園行く前ぐらいの頃やって、でみきちゃんがおって、でなんかいろいろ話しとったけどあんま覚えてないね。でも切ない夢やった。で朝お弁当作るぐらいの時間に目覚めて一回で
その時なんか覚えとったん夢が。でもう一回二度寝したら忘れてしもたんや。でもみきちゃんが出てくるぐらい。やっぱりね、その堀ちえみちゃんのあのことで、多分みきちゃんとこうね、なんていうの、みきちゃんの思いとかが全部重ね合ったんかもわからへんしね、うん、不思議な夢みたい。でもね、みきちゃんがこれからもずっと一緒に生きていこうねって言ってくれたんだけは覚えてんね、うん、だからね、いやいや、今を全力で生きることです。はい、ということで、今日の後ちょっとね、お買い物行くから、お昼から、朝から行こう戻ったんやけどね、もうちょっとお昼から出て行って、うん、料理ご飯だけ食べさせたら出て行って、でポケット Wi-Fi 交換して、でお魚と、今日水曜日だろ、もう今日の食材からないから、水木金土日月ぐらいの勢い、6日分ぐらいの、6日分ぐらいで食材買っていこうかって、うん、エヴァーグリーンがペイペイ使えるんだから、ペイペイ使いたいしね。でそのためにペイペイ登録したよ。トマトジュース飲ませてる。ペイペイ使い方まだ分からん、全然分からないけど、とりあえず登録してみて。あ、ペイペイとかね、あえてあの電子でピッピッって払ったら楽やん。で、もし消費で上がってからなんかでも、そのなんちゅうの、税率を還元できるって、還元してくれるっていうのやったら、もうそういうので、なんていうのかな、キャッシュレス化の方がいいしね、楽なんね。まあ現金いちいちじゃらじゃら出すのも好きじゃないかな、うん、まあそうだったらね、お財布もそんな分厚くならへんし、うん、もうそれで今度かやっていこうかなと思って。ほとんど今はもうクレカ聞くとかクレカで払ってんねんけどね、の方が後々管理楽やし、うん、やねんけどね、まあまあまあ、何話でもいいね。はい、ということでね、ちょっと今日初ペイペイを使ってきます。はい、上司も使えたはずやねん、ペイペイで、コンビニ類も使えたと思うしね、多分ペイペイ活用していくと思う、うん、ほんだらほら、あれいらんやん、7個で、ファミマので、ここからファインで、とかやったっけな、いろんなチャージちゃんのやつがあるね、こんなんもあるし、うん、チャージするやつ、イコカは車なんやんな、イコカとかもペイペイで払えたんやな、ペイペイとかね、携帯のやつ一発でね、なら、うん、いち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 そのアプリとかで一括管理できたら楽でいいなと思うよね。もっとでもさ、あっちゃん思うんだけど、クレジットカードみたいなもんで、ね、クレジットカード1枚で、そのクレジットカードってIC チップついてるから、あれでピッてやったらイコカみたいにならへんのかな。もうクレジットカードピーの瞬間クレジットカードが引き落とされたら、まあ犯罪増えるか、誤作動とかで危ないか、もうそんなんで1枚でね、全国1枚共通でできたらすごい楽になるのになと思うよね。なかなか大人の事情が絡んでんねやろね。はい、よくて今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺の終わりにして、なんかトーク動画撮って、朝からちょっとね、まだぼーっとしてんねんけどね、まあ、奥やんとね、今日は運転して、桜行くたらなんかあんからね。はい、ということで、今日はこの辺で、あっちゃんの朝ごはん終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ、今日も一日よろしくね。今日のあっちゃんの朝ごはん、コウ君のピザトースト、ブロッコリー、ロマネスクのせ、とじゃないわ。良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。